地上へ、カンデラブロカンデラブロとは、ペリューのイカ県、ピスコ郡パラカスにある地上へ。パラカス国立自然保護区の敷地内に所在し、2016年に国の文化遺産として登録された。ピスコ郡パラカスの海岸沿いにある岸壁に、柔らかい砂で描かれた地上へ。カンデラブロは、食大という意味。長さはおよそ170メートル、幅19.3キロ。 ナスカの地上への研究で知られているマリア・ライヒエが、6ヶ月間かけてカンデラブロの研究を行った。約2500年前のものと推定されており、数々の神話はあるものの、未だ多くのことが謎に包まれている。周辺からは、紀元前200年頃の陶器が発見され、パラカス人のものであると考えられている。カンデラブロは沿岸砂漠地帯に位置しているが、 カラカスは年間を通して風が強く余分な砂をそううため地上絵が砂で消えることはほとんどないと考えられている。文化遺産のため立ち入りは禁止されており違反した場合は逮捕または罰金の対象となる。バジェスタス島を回るボートサファイリツアーではカンデラブロを海側から観覧することができる。ありがとうございます。